細部にわたってもう少し細かく描くといいと思いますが、少しラムダ主体を意識して見てみたいと思いますので、7のレイヤーの目玉をタップして閉じます。そして見てみます。このような形に仕上がっております。あとは細かい部分を少し変えてみて終わりたいと思います。それでは、のレイヤーで終わりたいと思います。このようにレイヤーを変えることによって、消したい部分と消してもそのまま残っている部分との便利性がありますので、応用して使っていただくといいと思います。ただし必ずレイヤーの描いた状況だけをチェックしておいてください。最後に目のレイヤーで Yeah.